こんにちは、お金を増やす専門家の浅見博史です。今日は、臨時収入が入った時に、本当のお金の使い方が見えてくるというお話をしてみたいと思います。臨時収入というと、例えば宝くじが当たる、競馬で大穴を当てる、思っていなかったけどもボーナスがたくさん出たとか、投資で思わずすごく利益を上げてしまったとか、いろいろあると思うんですけれども、そういう時こそ実は、お金の使い方が試されている時と言われています。どうしてもあぶく銭的な発想になって、すごいお金を消費してしまう、でさらに消費してしまって、借金まで抱えてしまうみたいなこともあります。なのでそういう思いがけない時の使い方が非常に重要です。あなたにも心当たりがあるかもしれません。臨時収入、そんな時が本当の自分のね部分が出てくるみたいですので、気をつけてみてください。今日はここまでです。ありがとうございました。